半負けの本家の本物貴族の半間巌先生です。君が要は巌となり手の巌という名前が日本で打たれているようというのは、巌が私の名前を使っています。獅子の名前岩一と言いましたけどもを使っております。それからじいさんね、も同じように巌という漢字を二文字つけてね使っておりました。で、まあ、国歌を歌っているのは私たちのために歌っているんじゃないんですね。注意しろということで隠し隠し歌っていたものですね。最近私は公開したんで歌わなくなったと思いますけれどね。君が代の歌は私のね歌ですね。で、日本世界のね奴隷制度についてね、ちょっとお話したいと思います。まあ大昔そのだいぶ昔にね奴隷制度は禁止したとか言うんじゃなくてますますね奴隷制度は現在多くなりました。でちゃんと教育してると長くずっと教育してるとちゃんと奴隷になって働くわけですね。で町も出ますし普通に行動しますね。で逃がそうとすると逆にその逃がそうとする人にをちゃんと忠実でございましてね消すことを しますのでね逃がそうとする人を消そうとするわけですね。ちゃんとね忠実に奴隷として働くわけですね一生ね。それで大きい会社でも奴隷制度はありまして、結構多くいます。でそういうふうに社員としてもいます。でねどうしてるかというとまあ形は同じような給料取ってますけどもその、形だけにしてますね。だから本人には給料は出しません一切。まあ家もちゃんとしたのも住んでてもいますけど形ですね、そうに行動にされてます。生産会社の運営っていうのはもうほとんど奴隷を作って働かすその収入でどこも人間たちの社会はそうなってまして奴隷制度が 100% ですね。会社運営経営は全部奴隷制度ですね。これが基本になってます。で昔と違ってもっと多くなってますね。で上の生物にとってはね人間奴隷にしても全然手間かかってねそういうことしないんですね。コンピューターロボット人間よりか進んだコンピューターロボットで働かすということになってまして我々の場合はね私の場合はねかえって効率悪いんですよ。人間なんか働かしたり動物働かしたりして食べることはしません。効率よくねあなんかいいですねヤンマーとかこあのねあの耕運機じゃなくてねコンバインね。あなんかもう本当に奴隷、機械ロボット奴隷ですわね。ああいうものを僕は作るわけですよね。で、ロボットに働かすわけですね。コンバイン。お米をね、植えるのも自動だし、収穫するのも全部自動で収穫して、ね、全部お米のところまでね、瓦ついてるところまで全部ね、取って、除去してね、お米の草とかは全部細かくしたりとか、ね、まとめてね、ポイとして置いとくとかね、両方できますけど、スラッシャーもできますし、ね、外濁スラッシャーもできますし、
ちゃんとまとめて束にして捨て、あの、置いていくという方法ね。コンバインね。これはまず3円。ただ1300、安いので300万ぐらいですね。1等だとね。300万、500万ぐらいですけどね。3等だとね、3つまとめて枯れるというやつだと1300万とかね。結構しますね。1500万とかね。まあ非常にね、良くてね、詰まりにくいというように、カードで、ね、簡単に処理できるのになってきましたからね、今ね。詰まりがない、起きにくくなってきましたからね。最新のはね。詰まってもすぐカートリッジみたいな感じで簡単に外せるというような機構になってきたんで、まあこれこそ非常に私が勧めることですね。あと全自動にしてもらうということですね。で、プログラムして全自動でね、動くようにね、今後はね、今はまだ人が乗ってますけども、コンバインの収穫にね、これプログラムで自分でね、置いといたら自分で全部買ってくれるとね、いうふうに しないといけないですね。そんなにお金かかりませんからね。あと構造がね、チェーンみたいなのがたくさん多いけども、そういうのをうまくモーターなんかに変えてね、エンジンじゃなくてモーターに変えるということですね。EV じゃなくてなんだっけな、今はもう電気代も、燃費が簡単、あと構造も楽になるんで、エンジンを取り外すということですね。モーターで処理するって燃費も安いしね、10分の1か10分の1以下ですから、電気自動車と同じようにね、コンバインも同じように、そうしますとね、チェーンがなくなってきます。モーターに置き換えてね、